見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。テレビ東京の名物バラエティを完全ドラマ化。ご自宅までのタクシー代をお支払いしますんで、家ついて行っていいですか？そんな、街行く一般人へのディレクターの言葉から始まるバラエティ番組、家、ついて行っていいですか？それが今年、なんとドラマ化された。作品名もそのまま、ドラマ化、ついて行っていいですか？ダブルコート本家のバラエティは、数奇な生い立ちや訳ありな日常を送る一般人たちを追う内容が売り、深夜番組として14年にスタートし、全国ネット昇格、ゴールデン進出を経てテレ東の看板番組にまで成長した人気バラエティだ。ドラマ版では、本家で多くの反響を呼んだ、神回を個性的な俳優陣で映像化したものだ。名もなき一般人の想像を絶する人生。カメラアングルなど当時のバラエティ版を完全に映したバラエティパートと、物語の主人公となる一般人たちの人生を振り返るドラマパート、この二つが交錯する構成となっている本作。現在は動画配信サイト、パラビで視聴可能だが、これが出色の出来なのだ。視聴後は、マジか、と絶句せざるを得ない強烈なドラマだ。彼女の言う、テレビに映せないもの。最大の見どころは、我々と同じように日々を生きる名もなき一般人の、外見からは想像がつかない壮絶な人生に尽きる。例えば大は、ババフミカ演じる、見た目がちょっぴり派手な女、ユリカは、不動産の宅建師をしているという。そんな彼女の家についていくと、テレビに映せないものだけ隠しておいた、と言って、流星涼演じるディレクター、玉岡を家にあげる。部屋にはブラなど下着類が放置されっぱなしでドキッとする玉岡だが、ユリカは、これはただの布だから、と意に介さない。では彼女の言う、テレビに映せないもの、とは一体。愛し合う二人が実は、ここから話題はユリカの彼氏の話に、このユリカと彼氏、二人はなんと同じ地元で生まれ、年齢も、生年月日も同じなのだという。こんな運命的な出会いがあるだろうか。二人は導かれるように交際をスタートさせる。付き合うまでは漫然と生きてきた二人だったが、彼氏はTOEIC、彼女は宅地建物取引士の資格取得のための勉強を始め、互いに励まし合いながら生きていくようになる。そして、愛を深め合った二人は結婚を決意し、ユリカの実家へと挨拶に行くことになるが、ユリカの母親と雑談していくうちにその出自が分かっていき、何とこの二人、生き別れの双子であることが判明する、地元が同じで生年月日も一緒。これは運命的な出会いでも何でもなく、二人が双子であることのただの証明に過ぎなかったのだ。この事実を、俺たちは出会っちゃいけなかったんだと受け入れられなくなった彼は、自死を選んでしまう、なぜ立ち直れたの、とディレクター、玉岡に問われると、ユリカはまっすぐ前を向き、彼との時間が幸せだったから、と言い切る。そして、ディレクターさん、私と結婚します、と笑うユリカ。そう、冒頭で彼女が語った、テレビで見せられないもの、とは彼の遺影であり、自死を選んだという事実そのものだったのだ。